まあ、基本的についてるみたいですね。ああ基本的に、だいぶついてる男みたいですね。ゲイズか。来い。てい。うわ。くそ。どこだ。お前か。あ、こいつだ。よし。じゃあ、食らいやがれ。ちょっと待った。順番があるな。順番が。まずはこいつを食べるだろ。で、一血を食べる。まずそうな肉だな。なんだろうな、これ。なんか、鉄くずとか入ってそうですよね。それとも、アスカね、なんていうか、やっぱ肉の部分もあるんですかね。なんか気持ち悪い想像だけど。あ、アークドラゴンがいたんだ。早めにやっといた方がいい。お、間違った。ここはこう、敵が少なくていいっすね。てか、ジェノサイド今回出てこないよな。まあ、最近は店に行ってないっていうのもあるけども。なんかあれは、店にしかないみたいですけどね。やっぱジェノサイドって必須アイテムのような気がしてきたわ、これ。よし。これは何ですか？幸せそう。いや、もう十分幸福なんでいいっす。こっちは。なんだ。あ、なかった。あ、無駄だな、これ。お前誰だ？何者だ、お前は。正面マスターか。いや、やっておこう。しぶとい。何者だ？お前は誰だ？一定戦車か。おー、迷路か。迷路に階段っていうパターンか？どうだ？大部屋。まあ、大部屋4見たいけどな。あ、これが嫌なんすよ。なんで？なんでまだ戻らない？なんか、なんだっけ、ブフの、食事のこれやってる時に、結局のところ試練が一番強いっていう風に思ったんですけどね。だけど、さすがにアークドラゴンは強いですね。アークドラゴンとか一徹だとかは強い。これはやっぱり使い道あるわ。てか、部屋、なんていうか、なんていうか、オートで敵倒せるからな。あ、なんかアイテムがあるんか、そっちに。じゃあ、ちょっと見ていくか。なんだろう。金と、トドの盾。いらーない。いらない。あ、一徹か。しかも起きてやがる。じゃあ、あ、くそ。お、あ、右か。ドイツだ。お前か、起き上がれ。おい、違うだろ。違うだろ、おい。違うだろ。お、何？くそー、いっぱいいんのか。な、じゃあ、お前もだ。また、ギターあんのかな、もしかして。ギターあるんだったら、使ってしまった方が、あったあった。たくさんある。ギターも使っていこう。どうせ使わないんだから。うくそ。あ、何やってんだ、俺。ふぅ。じゃあ、背中を押すと。じゃあ、これを使っていきますかね。あ、お腹減ってきた。くそ、正面マスターが盾になってる。おー、邪魔すぎる。うわぁ。暗い。暗いやがれ。いやぁ、やっぱりなんてかアイテム落とすなぁ。アイテム落とすわ、アークドラゴン。ま、ギターだけど。あ、クソめぇ。ふぅ、あと一体。正面マスターか。こいつが盾になるってかなり知的だよな。え、これはなんだ？識別か。ギタンと、目薬草か。いや。あ、おー、てか悪ドラゴン率高くないか。
悪ドラゴン率高い。やっぱギターの落とすな。やっぱりなんかアイテムのドロップ率みたいなものがあるんですかね。あ、無敵そうか。いいか、諦めた。よし、降りる。あー、なんだこれ、なんだこれ。もうだけどまあいいや、チャンスだな。むしろチャンスだなこれ。よし、やっぱりアイテムか。薬草飲んでおこう。うわー、やろう。どうするかな。パワーアップの巻物を読む。あー、しかも1体じゃない。じゃあまずこれを入れて、食らいやがれ。なんか2体はいるなこれ、確実に。よっしゃー、くほー。いやー、参ったな。あー、そっかそっか、威力上がってんだ。なんで75ポイントなのかと思った。なんか記憶違いなのかなとかね、思っちゃいましたよ。なるほどね、炎の威力も上がるんだ。てかやばいな、これあの、なんていうか、これ戻るの嫌だな、これ、飯食うために。そういうのだけは勘弁してくれって感じだよな。しかしあれですね、あの、ブフを、たくさん持っておいて正解っすね。ほんと正解だわ。必ずもしかしてアイテム落とすんですかね、アークドラゴンって。なんか、すごく確率が高い気がする。やばい。お腹がやばいっす。剣、あ、そっちか。お腹やばいな。上から行くか。誰だ？お前は誰だ？ハイパーゲイズか。まあ、倒さなくてもいいんだが。ケーキ漬けだ。これなんだろう。刀か。じゃあ戻って、おお、レベルアップした。この時を待ってましたよ。困った時が外に出てるか。よし、これでまた探索を続けられるぜ。84回、おお。じゃあ、吹き飛ばし。あっ、うわぁ。ふぅ。だけど、なんかモンスターに変身してるときって盾の、特殊防御がなくなるんすね。おなんだよ。またこう誰だ、向こうにいんの。こいつは誰だ。あとな、アークドラゴンがいんな。あ、アークドラゴンだったんか。よし、じゃあアークドラゴンやっていこう。アークドラゴンでやっていきます。ハイパーゲイズ。で、この左のやつは誰だ。正面マスターか。じゃあ後でディア。こっちはスーパーハイパーゲイズ、アークドラゴン。こいつが一番厄介なんだな。いやー、勉強になりましたよ今回の。まだクリアしてないけど、なんかまとめモードだけど、今回のでいろいろ学んだわ。この右のやつもしぶといぜ。なんかドラゴンか、一鉄を、ジェノサイドっていうのが、定石らしいっすね。なんか攻略本にも書いてあったしな。識別重装いらないと。86回。うわー、敵いっぱいいな、これ。そっか、敵いっぱいいるな。あー、しょうがない、仕方がない。じゃあまず下のやつをなんとかしてからだな。どうするか。話し張りがあるな。暗い。よし、
こいつだ、こいつだ。あ、ああくそ。じゃあ、こいつはブフ。ああもう。じゃあ、金縛りどこ？うわよし、ここまで来てしまえば、あとはブフだ。よし。途切れそうか。飲んどこ。あとアークドラゴン無双で。もう楽ちんとは言えないわ、これ。ほんとに。あ、お、ガチか。やる気か。やっぱり、縦の特殊防御はなくなりますね。で、あの、なんだろう。あの格子状に並んでる敵はなんだ？なんか変な敵だな。アイテム見たいけどな。もうさっさと行った方がいいか。さてと、これは識別か。アイテム見てるどこじゃないな、これ。さっさと降りたい。一応見る。壺増大。読んどこ。何に読むか。背中かな？さて行くか。87回。これ睡眠の罠とか踏んだら最低だよな。なんかそう考えると、お、お、お。おっとっと。よし、じゃあまただ。こいつはハイパーゲイツか。で、お前は誰だ？正面マスター、後回し。握り。これは正面マスター。いや、こいつを最初にやろう。あ、でもこの階にはアークドラゴンいないのかもしれないな。こいつは誰だ？ハイパーゲイズか。あ、てか上から来るな。アークドラゴン。よし。こいつをやっておかないと大変なことになっちまうと。てい。正面マスター。よし、行くぞ。あ、やった。よし、行こう行こう。88回。あー！うわー、びっくりした。